皆さんこんにちは。今回はこちら、イナゴの缶詰を買ってきました。正直なんかイナゴとか食べたことないから、ちょっと食べてみたいなっていうのと、なんか他の YouTuber さん見たんですよね。他の YouTuber さんの動画見たら、イナゴって美味しいって聞いたので、じゃあ自分もちょっと食べてみたいなっていう、挑戦してみたいなっていうのがあって、これを買いました。でも正直ここなんか絵を載ってるんですけど、もうこのままの状態が出てくるって考えたらちょっと怖いなっていう、恐る恐る開けながら、ちょっとね、味は美味しいということなんで、早速食べてみたいと思います。ちょっとまず開けます。いやでも怖いですよね。前バッタチョコレート、以前の動画でね、バッタチョコレート出してたから、やばい、本物っていうか、これもうガチなバッタです。なんかこう考えて食べれないですね。私無理かも普通に無理。やばい。だってバッタチョコレートはね、まだチョコレートにコーティングされてるから食べれたんですけど、これはマジでもろ顔も出てるし、だからちょっと怖いな。なんかさっきこう缶詰こうやってしてたらね、こう動いてたから、動いてたっていうか缶詰動かしてたから、やばガチやん。見てください、これ本当にバッタ、イナゴ、やばい。ちょっと怖いから、頭の部分食べれないので、ちょっと尻尾のところみたいなのを食べたいと思います。買ったのはいいけど、これ1個しか食べれないな、絶対怖い。こうやってねガサガサしてたらもうやばいいっぱい出てくるイナゴが、イナゴしかいない。ちょっとね、食べていきたいと思います。でも本当うまいのかな。ちょっと足食べますね。いただきます。でもなんかあれ、なんていうかな、なんて言ったらいいんだろう。でもなんか普通に足とかうまいです。ここの足の部分とか、なんかね、なんていうのかな、なんか正月とか元旦に出てくるなんかあるじゃないですか、なんて言ったらいいかな、まあ、説明がちょっと難しいですけど、それのなんか甘辛く煮た感じのやつですね。でもなんかもう足の部分しか食べれない、なんか想像でガチでこれやばいですよ。イナゴほら多分見えにくいかな、遠いかな。本当もう顔と足とかが出てきてますからね、本物。ちょっと頭の部分食べれないから怖いので、ちょっと足のこの口じゃないわ、下の部分だけちょっとね食べてみたいと思います。やっぱせっかく買ったからね、イナゴの下食べます。うわやばい、ガチでやばい。うわ、なんかもうすごいですよ。なんかね、ほんとなんかイナゴって感じどんな感じかよってね言われるかもですけども、そんなぐらいもうやばいな、リアルですからね、もう本物だから。でもなんかもうほんと食べた結果、正直もう甘辛くて本当に味は美味しかったです。だけどちょっと勇気がなくて頭の部分は食べれなかったです。もう怖い、なんかもうガチなやつだったからすごかったですちょっともう言葉も出なくなるぐらい今テンパってますねでも後味とかね、結構もう
なんかバッタと一緒でなんかジャリジャリしてるから、まあ口の中残ってますもんね。まあ皆さんもイナゴとか食べる機会があったらぜひ食べてみてください。味は本当に美味しいので、そこはね信じてください。いや、今日の動画はイナゴを食べるっていう挑戦の動画でした。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバーイ。